食べるノート第27話、みんなもっとうずらの卵について熱く熱く語り合うべきなんだよ。熱くて食べられたもんじゃない。店主というのはお客にとって最高にうまいと考えるタイミングで食事を出すものだと思う。しかし今目の前の器にはあふれんばかりに入った物体は異常な熱を帯びている。一口レンゲですくい表面だけを冷ましてみたところで内部の温度は下がりはしない。おそらく口に入れた瞬間に口内の薄皮をベロリと剥ぎ取っていくに違いない。これを食えというのか。店主を軽く睨んだ。そういえばさっき彼は調理の仕上げの際、何やら怪しい白い粉を水で溶いて俺の食い物に入れていた。後ろ向きで何食わぬ顔をして指で攪拌して一気に投入した。その瞬間から鍋中の俺の料理が何かぐったりした気がする。スープがスープであることを諦めたかのような。そう、俺が頼んだのはとろみが決め手のうま煮そばだ。何か意地悪をされている気もするが、大人としてこのことを荒立てるわけにはいかない。猛烈な暑さに負けず食べ進めた。するとどうだろう、コツさえ飲み込めばとんでもなくうまい。最後のうずらの卵を残すまで一気に食べ進めた。この卵はご褒美、うま煮そばの花だ。舌で転がすうちにもう少し食べたくなった。追加で中華丼を頼むことにする。オーダーを聞いた店主が調理に取り掛かる。するとまた彼は最後にこっそりとあの白い粉を入れた。そして出てきた品を見て唖然とした。これは先ほど頼んだうま煮そばではないか。ふざけるのもいい加減にしろと言いかけたが、器が微妙に違って浅い。表面を覆うものは全く一緒だが、レンゲですくうと飯が覗いた。だったら先に一言あって叱るべきだろう。そもそも名前が曖昧なんだな。二つとも中華丼って名付けたのは誰だ。海外行って日本丼なんてあったら笑うだろう。馬煮そばだって安易だよ。うまく煮ようとするのは当たり前だよね。説明になってない。しかも頭に乗った具が同じなら中華と馬煮って変えることないだろう。通りながらも一気に食べた。同じ具材でも麺と飯では食感も異なる。白い粉という反則技があるとはいえうまい店だ。おまけに中華丼の方にはうずらの卵が2つ入っていた。ラッキー、店主がこちらにウィンクした。次はあんかけ焼きそばを注文しよう。ということで今回は花の都パリに来ております。セーヌ川のほとり、なかなかうるさいんですけれども、そこで、今回の朗読をお届けいたしました。残念ながら、大変忙しく、一口食べるものはありません。その分私は一人でパリで美味しいものをいっぱい食べておりますので、皆さんご想像、波がすごいね、ご想像くださいませ。それではパリからお届けしました。ボンジュール。